悲鳴なエミトラサクミーイ,インリカは、マチンカの植物の一つ。ごく小さな草で、白い小さな花を溶液に一つずつつける。ごく小さな一年生の草本。茎は立ち上がるが柔らかくて、弱く、高さ5から10センチメートル。株で分子することが時にあり、全体にまばらに葉をつけ、形容ともに毛がない。葉は、耐性に出て、奇心型から線形で、 長さ3から8ミリメートル、幅1から2ミリメートル。目につくのは1本の主脈だけで、葉の先端は尖っている。花器は8から9月。茎の上の方の部分の溶液から一つずつ花を出す。花柄は細くて、長さ7から20ミリメートルで、表面には粒状の突起がまばらにある。額は、小形で1、3ほどまで4つに裂ける。果敢は、小形で白く。 先端は4つに裂け、計 2.5mm。果ては、計2 5ミリメートルほど、休憩で先端に根元が2つに裂けた渦中が残る。日本では、本州から琉球にまで分布し、国外では、朝鮮半島、中国、マレーシア、インド、ミクロネシア、オーストラリアにまで分布する。さらに北のロシアの沿海地方破産地区からも記録が1回だけ、ある。また、 オーストラリアからの記録は、口実のように類似の、オーストラリア産の種との関係から疑問視する向きも、ある。団地に出るもので、日当たりの良い低湿地に生育する。国外では、水田雑草として振る舞うことも知られており、蒸気の分布域の広さにはそれに関わっての人為的な分布拡大があった可能性も指摘されている。本種の属するアイナエ属は、東アジアからオーストラリア、 ニュージーランドにかけて35種ほどが知られるが、日本には本種以外には以下の一種のみがある。やはりごく小型の一年生草本で草丈が1 0トル足らず、花は白くて計2 5ミリメートルなど本種と同じような大きさの植物であるが、外形は全くと言っていいほどに異なる。本種が細長い茎の葉液に一つずつ花をつけるのに対して、この種では茎が ごく短くて1センチメートルほどしかなく、その先から長い花系が出るので、その草丈の大部分は花系である。したがって、葉は植物体のごく基部のところに集中し、また花は花系の上に複数個を三形状につける。オーストラリアは本属が最も多く産する地域であり、最大の見積もりで本属の種が55種、そのうちオーストラリアには50種があって、 そのうちの43種が固有種とされる。そのうちのエムプリリファーは本種とよく似ていて、本種をこの種のシノニムとする説もあった。ただしこのエムプリリファー自体も、その存在が不明確で、むしろさらに別種とされているエムニューマレリアとの関連が考えられる。エムニューマレリアは多形的な種であり、複数種の種群と見た方がいいとも言われ、この部分は、 さらなる研究が必要とされる。現時点では、本州の存在は、少なくともオーストラリア以外の地域では強く支持、されている。環境省のレッドデータブックでは絶滅危惧通類に指定されている。府県別では17の県で指定があり、また、奈良県では絶滅としている。同族の愛がでは、環境省で指定がなく、府県別では、 非常に多くのところで指定があるのに比べると、対照的とも見える。極くの低い草であることから草刈りなどの管理が、されないと消滅する生育地が多いことが危惧されている。以下、種として、佐竹ほかへん、P27 大橋ほか編、P307 ハットギボンズへ通る、P498 佐竹ほかへん、P27 ハットギボンズへ通る、P498 大橋ほか編。 P307 以下、主として、ギボンズエへ通る P498 以下も、日本のレッドデータ検索システム2019年10月22日、閲覧。レッドデータと知ぎ2019年10月22日、閲覧。ありがとうございます。